ノトリアス B.I.G. ノトリアス B.I.G. ザ・ノートリアス B.I.G.1972 年5月21日から1997年3月9日はアメリカの MC、ラッパー、ニューヨーク州ニューヨーク市出身。身長190センチメートル、体重136キログラムの巨漢。本名はクリストファー・ジョージ・レート・アウォーレーズ。 クリストファー・ジョージ・ラトーリー・オレス。愛称は、ビギースモールズ、ビギースマウルズ、単に、ビギー、ビギー、ビッグとも呼ばれる。フランク・ホワイト、フランク・ホワイトと名乗ることもあるが、これは、映画、キング・オブ・ニューヨークの主人公の名前が由来である。MC ネームの、BEIG は、ビジネス・インステッド・オブ・ゲームズの略で、BEIG と読むのが正しいが、ビッグとも呼ばれることがある。 2006年に MTV が発表した偉大なヒップホップ MC ランキングでは JZ ニッパックに次ぐ第3位にランクインされた。ノトーリアス BIG は1972年5月21日にニューヨークブルックリンクベッドフォードスタイベさんと地区にてジャマイカ系移民の父親と母、ボレッタ・ウォレスの間に生まれた。父親は2歳の時に蒸発、母のボレッタは 保育園の教師をしながら女手一つで彼を育てた。彼が少年期を過ごした1980年代のブルックリンのベッドスタイはカリブ海からの移民が多く住み、犯罪とクラックが蔓延するクラックブーム暗黒の時代だった。そんな環境から彼もストリートの世界に手を染めていった。17歳の頃、武器の不法所持で逮捕され5ヶ月の 執行猶予判決を下される。これを機に、クラックコカインディーラーとして、働くため、通っていた、ジョージ・ウェスティンハウス情報技術高校を退してしまう。麻薬の売人時代も、彼のカリスマ性からよく知られた存在だった。また地元では、フリースタイルラップキングでもあった。彼がベッドスタイの街角で、フリースタイルラップをする様子は D D、DVD。 フリースタイルなどに収録されている。ビッグ・ダ・ディケインの DJ、ミスター・シーが彼のデモテープを聞き、さらにヒップホップ雑誌、ザ・ソースに紹介。同雑誌の新人紹介コーナー、アンサインド・ハイプに登場したことを、貴重ン・コムズに見出される。メアリー・ジェイ・ブライジのリアル・ラブ・ホワッツ・ザ・411のリミックス、クレイグ・マックの フラバ・イン・ヤ・ヤーのリミックスなどの客演を経て、B.I.G. 名義のデビュー曲、パーティーブルシットをサウンドトラック、フーズ・ザ・マン、1993年に発表する。E.G. Mobi, をはじめ、DJ プレミア、ロード・フィネス、チャッキー・トンプソンたちのサポートを受け、1994年にデビューアルバム、デディット・ダイをリリース。アルバムは名声をビギーにもたらした。 この作品はヒップホップアルバムとして屈指の名作として名高く現在でも大きな評価を得ている。また当時西海岸が主流だった風潮に東海岸の交流を見せつけた。アルバムがリリースされる少し前にビギーはニッパックと交流を深める。1994年にはマディソンスクエアガーデンでニッパックと共演もした。 前述アルバムのクレジットにニッパックの名前を見つることができる。しかし、ニッパックが同年11月に銃撃され、犯人としてビギーとディディを疑ったことにより、彼らの中は一気に険悪になる。ニッパックが所属するデスローレコードと、ビギーが所属するバッドボーイは1990年代のに大ヒップホップレーベルだった。ニッパックが銃撃され死亡した際に、 敵対するビギーの指示では、との噂が流れた。ビギーはこれを否定した。その後、今度はビギーが、ロサンゼルスで、ヒップホップ雑誌、バイブ主催の、ソウルトレインミュージックアワードパーティーの基とに銃撃を受け、セカンドアルバムリリース前の1997年3月9日に死亡した。どちらの銃撃事件も、未解決のままである。 一時は公式に捜査が休止されたが、2002年に公開されたドキュメンタリー映画、ビギートゥパック、ビギートゥーパッチや、親族の陳情を受け、捜査が再開された。2005年には再び捜査の打ち切りが発表されたが、2011年1月になり3回目の捜査開始が発表された。ビギーのマネージメント、プロデュースを行っていたギデ,ディは、 すでに録音を済ませていた2枚組のセカンドアルバム、Life After t h をリリースする。このアルバムは1000万枚を売り上げ、ビディを伝説の存在にした。2005年12月、数々のトリビュートアルバムは発表されていたが、公式なアルバムとして、豪華客演、ティディ、エミネム、JZ 他を集めた、デュエッツ、The Final Chapter リリースされた。元妻は、 R&B シンガーのフェイス・エヴァンス、リル・キム、チャーリー・バルティモアは愛人だったと言われる。JZ と組、カミーションでやる予定があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。